毎週素敵な女性が登場してくれても小倉はこのコーナー大好きなんですよ。早速参りたいと思います。各方面で活躍されております女性の方をゲストに、女の時代にスポットを当てます今週のヒロインのコーナーです。今週のゲストの方なんですが、我々スタッフの前に自ら姿を現してくださいました話題のあの3人組セーラー服反逆同盟の皆さんをご紹介したいと思います。では早速皆さんにお入りいただきましょう。どうぞ。セーラー服反逆同盟ただいま参上。どうも皆さんようこそおいでくださいました。さあこちらへおいでいただいていろいろお話を伺ってまいりたいと思います。いやーセーラー服は眩しいですね。おじさんウキウキしてしまうという部分もありますが、さあおかけください。では早速皆さんに自己紹介をお願いします。悪いけどそれはできません。私たちは闇の助っ人だから、闇から現れ闇へ消えていく定めなんです。いや驚いてしまいましたけれども、皆さんに彼女たちのその美しい素顔をお見せできなくてねえ。残念です。私も残念な気がしますが、それでは皆さんの目的を教えてください。法で裁けぬ悪を倒し、非常の街に正義を取り戻すことです。ではここでテレビをご覧の皆さんにメッセージをお願いします。皆さん、愛と勇気を持って戦うことを忘れないでください。青春、それは悲しみと苦しみ。この物語は悪の巣窟国鳥学園を舞台に、暗い過去と秘密を背負った少女たちが勇敢にも悪に立ち向かう戦いのドラマである。高層ビルの街角に止まない雨を残して、ほら東からだろ。儲けなくったっていいじゃないか。いや実はさ、君たちに相談があるんだよ。ルポライター？イエス。私たちを取材？そう、特集記事を書きたいんだよ。現代のヒロイン、セーラー服反逆同盟ってタイトルでさ。いや、前々から噂は聞いていたんだけどね、ぜひとも密着取材したいなと思ってたんだよ。でもね、実名や顔が出たら困るんだったら秘密は厳守するよ。今や大衆はね、お人形様みたいなヒロインにはね飽き飽きしてるんだよ。これからはね、本物が求められる時代なんだよ。それがすなわち君たちだ。どうする、ヒロインだって。誰なんだよ、私。でもバレないとな。バレないしなおだって。やる、やります。はいはい、あった。
頭くんな、人の名を語りやがってさ。自分たちでテレビ局に入れ込んだんだって。反逆同盟気づいてるってことは学園の誰かね。目指したがり屋の奴らだよきっと。見つけ出してとっちめてやる。でも別に悪いことしたわけじゃないしね。でもまずいんじゃない？あんまり反逆同盟が有名になっちゃうと動きにくくなるわね。白いセーラー服でさ、ビシーッと決めちゃってんだって。前から噂には聞いてたけど、やっぱいたんだ。渋いよ、闇の助け人なんてさ。入れてくんないかな、私も。部活じゃないんだから。なんだよ、重役出勤かよ。ちょっと一仕事してたんでね。何、バイトしてんの？違うよ、あたいらはね、反逆。なんだって？ああ、反セボって怖いなとかも。まゆみちゃん、またプッツン切るのやろ。大変だ、反逆同盟が現れたってよ。マジで？すげえな。反逆同盟だってよ。だけじゃねえよ。だよ、出すもんを出せってんだよ。だよ、ほらさっさと出せよ、さっさと。え、間を持たせるな。お前、はあ、しゃべれ。一方的に喋ってたら掴めるだろ。だよ、うつむいてんじゃねえ、うつむいてんじゃ、出すものを出せ。だよ、はあ、はあ、世間をお騒がせするクズども、お前らのようなタコは許さないよ。法に代わって裁いてやる。どう？どう？セーラー服反逆同盟、ただいま参上。全く新聞まで反逆同盟反逆同盟って取り上げて、偽物は今やスターだっての。せこいんだよ反逆同盟の仕事にしちゃ。誰かしら。ねえユミ、心当たりない？どうすんだよ、このままじゃ反逆同盟の名前取られちまうぜ。偽物に、反逆同盟の名前にこだわることはないわ。偽物も本物もないの。別に悪いことしてるわけじゃないんだから。どうしたのよこれ。人気ブランド並みってことじゃない？反逆同盟もそのうち売り出されるわよ、白いセーラー服が。でもさ、気分いいよね、新聞にまで載っちゃって。これで佐々木さんの特集記事が発表されたら間違いなくスターなんだし。何やってんの？あ、サインの練習。あ、
進み具合はどうですか。うん、いや、記事にするとさ、もう少しインパクトが弱くてね。あくまで君たちがやっつけたのは町の小物だからさ、本当のワルをやっつけてるってイメージがね。そりゃまあここらで一発ドカンとしたネタがあればいいんだけどさ。どうすればいいんですか。うん、そうだな、この辺で本当のワルをやっつけちゃおうか。ワルだって、いや、心当たりがあるんだよ。少し前にね、取材したやつなんだけどね、この男はさ、宝石商のね、加藤っつうんだけどね、もっともそれは表向きでね、裏では密輸組織の運び屋をやってるとんでもない悪党さ。無理よ、そんな男がいてじゃ。そうだよね、え、諦めるかい、スターへの道を。ここらで一発決めれば確実なんだけどな。やるわ、今さら諦められないもん。スターになるわ。その息だよ、気をつけば大丈夫だ。それではよくこの男の顔を覚えて。反逆同盟誕生ってカッコつけてたけど、結局ただの人殺しだったんだよ。やったにゃー。そんなこと言って自分たちだって白いセーラー服着てたじゃねえかよ。そんなこと言ったってアキちゃんだって着てたの。ねえ、そんなこと言ったってひどこたち休んでるね。このところ様子がおかしかったわ、彼女たち。うん、今日も3人揃って休んでるわ。しっしょ、反逆同盟の名に泥を塗りやがって。泣いちゃうぜ全国のファンが。もう天気それどこじゃないよ。このままじゃ殺人犯ってことになると思わない、私たち。なんで。偽物の存在に気づいてるのは私たちだけなんだよ。当然疑われるのも私たち。だったら本物は俺たちだって名乗り出られるわけないだろうな。反逆同盟最大の危機よ。対決しようよ、偽物と。クラスメイトだからといって許すわけいかないよ、ユミ。うん、いや、驚いたよ、僕も。まさか、本当に死ぬなんて。ちょこっと棒で引っ叩いただけなのにさ。当たりどころが悪かったとしか言いようがないね。手加減ってもん知らないんだもん、ヒロコは。ちょっと、あんた私一人のせいにすんの。だこうなったら取材を中止するしかないな。残念だけどね、君たちが悪いんじゃないさ。あれはね、事故みたいなもんだから。まあ忘れるんだな、ゆうべのことも反逆同盟のことも。いいね、さあ学校に行きなさい。3人揃って休んでるといらぬ疑いを持たれるからね。さあ、はい。
でおめでてえやつらだ。まあそうバカにすんなよ。あいつらのおかげでこれが手に入ったんだからな。さすが、何しろ時価5億って知らもんだからな。スター気取りのバカ娘どものおかげで誰にも疑われずこれが俺たちのものになるってわけか。ふざけるんじゃねえよ。閉めたのか、こら。なんだよ、その目は。てめえ、もう我慢できないよ。やるかを。よしなさい、ジュリー。ガン飛ばすなんて10年早いんだよ。行こう。こいつらビビって手も足も出ないからさ。決まりね。あの態度見てもやるっきゃねえよ。彼女たちが偽物だっていうのは間違いないと思うけども。まだなんか引っかかるわけ？うん、人殺しまでするとは思えないのよ。もう相変わらず人がいいんだから。何か裏があるっていうの？わからないけど確かめる方法はあるわ。ビビることはないって。仕方しちゃえば分かりゃしないんだから。仕方しちゃえば。そうだよ。それにバレたわけじゃないんだ、あたいらが偽反逆同盟だって。10時南町のアスレチック公園にて決着をつけたし。セーラー服反逆同盟。本物が？どういうことだ。実は偽物だったんです。あたいたち本物は別にいるんです。どうしよう、やられちゃうよ反逆同盟に。安心しろよ。助けてくれんの？二度とそんな心配しなくていいようにしてやるさ。助けた？どこまでおめでてんだおめえら。どういうこと？消えてもらうんだよ、本物の反逆同盟と一緒にな。はめられたんだよお前らは。俺の狙いは最初から宝石だったの。取材なんてのはあれ全部嘘。でもルポライターだって。おじさんはね、特ダネ掴むよりもお金掴むのが好きなタイプなの。分かった？シャできたらどうだ。本物さんよ。この哀れな間抜けども見殺しにするつもりか。闇の中でのさばり続ける悪党ども、てめえらのようなワルは許せねえ。天に代わって成敗する。お前らがか。セーラー服反逆同盟。やれ。
こいつらが丸焼けになってもいいのか。俺らが近寄れ。俺はな、正義感ぶってるやつが嫌いなんだよ。僕はですね、荒っぽいの得意じゃないんです。はい。反逆同盟またまた現れる。やっぱりすごい街のスーパースター。よかったね。やっぱり本物は違うね。だけど写真が載ってないのが残念だよな。載せられるわけないでしょ。あ、そっかそっか。あんたたち分かったような口聞くんじゃねえよ。てめえらが反逆同盟を話題にするなんてね、10年早いっての。そうだよ。でもどうしてもって言うならファンクラブに入るんだね。ファンクラブ？ああ、あたいらが作ったんだ。会費を払えば合わせてやってもいいぜ。何しろあいつらとあたいたちはマブダチなんだ。行こうぜ。佐伯の恩師吉川真紀が遺産相続のため日本へやってきた。20億円という遺産に目をつけた佐伯は弁護士金坂と組んで偽の相続人をでっち上げる。なんと偽の相続人は瑠璃そっくりの娘であった。相続を阻止しようとする由美たちはその娘を拉致し、代わりに瑠璃を送り込んだ。次回セーラー服反逆同盟、お楽しみに。